でね、一年誰？あの飛鳥先輩、田中飛鳥先輩を。あ、もしかして水分？はい。飛鳥！ん？おう。教室まで来て緊張したでしょう。飴ちゃん食べる？ありがとうございます。単なるもらいもんだけどね。ここならいっか。ね、何？どうしても話しておきたいことがあって。もしかしてついに愛の告白？自宅で二人きりの間に。違います。だよね。何？コンクールに出てください。要件はそれだけ？はい。なら答えはノー。理由は私が出ない方が部にとっていいから。そんなことないです。どうして？練習も出ない、本番も来られるかわからない人なんて迷惑以外の何者でもない。私だったら絶対嫌だな。先輩には事情があります。事情ある子なんて他にいくらでもいるよ。しかも私はのぞみの復帰に反対しちゃったしね。それが自分の時は例外ですなんて言えると思う？でもみんな言ってます、飛鳥先輩がいいって。みんな？みんなって誰？それは大体そのみんなが本心を言ってる保証がどこにあるの？保証？飛鳥先輩が出た方がいい、飛鳥先輩と吹きたい、そりゃあみんなそう言うよ。だってそう言っとけば誰も傷つけない、誰にも悪く言われないもの。だからって全員がそう思ってるとは限らないじゃないですか。少なくとも低音パートのみんなや夏樹先輩は絶対飛鳥先輩に出てほしいって思ってます。どうして言い切れるの？言い切れます。お前ちゃんがそんなこと言うなんてね。ダメですか？ダメじゃないけど、お前ちゃんそう言えるほどその人たちのこと知ってるのかなって思って。みぞれちゃんとのぞみちゃんの時もお前ちゃん結局最後は見守るだけだった。境界線引いて踏み込むことは絶対にしなかった。気になって近づくくせに傷つくのも傷つけるのも怖いからなあなあにして安全な場所から見守る。そんな人間に相手が本音を見せてくれてると思う？なんだ、珍しく威勢がいいと思ったらもう電池切れ？私がこのままフェードアウトするのがベストなの。心配しなくてもみんなすぐ私のことなんか忘れる。一致団結して本番に向かう。それが終わったらどっちにしろ3年生は引退なんだから。あの先輩とてもそんな風には見えなかったけど、今この部にとって一番いいのは伝えてほしい。飛鳥先輩が吹くことでもいいや、みたいな感じだったし。まああんたもさ、後悔のないようにしなさいよ。だったら何だって言うんですか！先輩は正しいです。部のこともコンクールのことも全部正しい。でもそんなのはどうでもいいです。飛鳥先輩と本番に出たい、私が出たいんです。そんな子供みたいなこと言って。子供で何が悪いんです！先輩こそなんで大人ぶるんですか！全部わかってるみたいに振る舞って自分だけが特別だと思い込んで、先輩だってただの高校生なのに、こんなののどこがベストなんですか？先輩、お父さんに演奏聞いてもらいたいんですよね。誰よりも全国行きたいんですよね。それをどうしてなかったことにしちゃうんですか？我慢して諦めればバルコ収まるなんて、そんなのただの自己満足です。おかしいです。待ってるって言ってるのに諦めないでください。後悔するって分かってる選択肢を自分から選ばないでください。諦めるのは最後までいっぱい頑張ってからにしてください。私は飛鳥先輩に本番に立ってほしい。あのホールで先輩と一緒に吹きたい。先輩の UFO が聞きたいんです。
なんて顔してんの？ぐちゃぐちゃだよ。そんなんだったら言わなきゃいいのに。だってでも嬉しいね。嬉しいな。先輩、何？顔見てもいいですか？ダメ。見たら松代まで呪われるよ。